姫宮落とし川は、埼玉県北東部を流れる河川である。埼玉県久喜市下早宮沢内、谷付近を起点とし、白岡市、南埼玉郡宮城町を流下し、北葛飾郡杉戸町との境界で大落ち、琴根川に至る一級河川である。姫宮掘りとも称されている。姫宮落とし川は、笠原沼からの流出河川として整備された。 この姫宮落とし川は、笠原沼にて、神殿開発が行われ、笠原沼城用水が整備されるまでは、笠原沼より、下流域の村々にて、農業用水に利用されていた。姫宮落とし川ないし、姫宮堀という名称は、地名の姫宮、ないし、姫宮神社にちなんだものである。笠原沼より、上流の流域はかつて、 河原の犬沼と称されていた沼地からの排水路である。この排水路は、河原の犬沼に橋を発し、笠原沼へと流入するもので、流下する途中、埼玉軍た田谷村を流下していたのでこの村に、ち市並爪田谷堀冷田谷内市、た田谷落ち堀と称されていた。このように、笠原沼への流入河川であった爪田谷堀と、流出河川であった姫宮落とし川を笠原沼の開発時に、 笠原沼北側のふめぐる堀として整備し、この2つの河川は1つの河川へと改修された。この時の改修もあり、現在では全区間姫宮落とし川と称されている。流路は多くの区間において、ほぼ直線的に流下する。詳細な流路に関しては、以下の流路説を参照されたい。一部宅地の周辺を流れるが、 多くの区間での流域は水田である。また姫宮落とし川は、つぼりの区間と、護岸された区間が併存する。東武動物公園より、動物橋付近にかけて、染井吉野の桜並木があり、中洲用水の桜並木と合わせ、地域住民の桜の名所として親しまれている。姫宮落とし川と、大落琴音川の合流点。ありがとうございます。